お願いします、テオドール殿下。君さ、僕の使い方を間違ってない？騎士候補生の訓練に男として混ざりたいだって？その発想もどうかと思うけど、なんで僕が手を貸さなきゃならないの？先日お手紙をくださったではないですか。お力を貸していただけると。書いたよ、書いたけど、そもそも潜り込む必要あるの？指導役の騎士をつけてもらえばいいじゃない。それだと気を使われるでしょうし、容赦なく鍛えていただきたいので。信じられない、好き好んで自分をいじめようだなんて僕には無理。ん？待てよ。殿下。いいよ、麗しの姉上に協力しよう。君の願いを叶えるべく精一杯尽力する。どうしてまた急に？だって面白そうじゃないか。さすがの兄上も予想できないと思うんだよね。自分の奥さんが男装して騎士団に潜り込むなんて、兄上をびっくりさせられるこんな機会に乗らない手はない。別にアルノルト殿下を驚かせようとしてやるわけじゃないですからね。僕はね、兄上のどんな表情でも見てみたいんだよね。